聞こえますか？暑い。暑いな。これヨーグルッペって何ですかね？ヨーグルッペって何かな？これなんかちょっと懐かしいな、ヨーグルッペって。加トちゃんペみたいなね、ヨーグルッペ。これは鹿児島のホテルでもらいました。これは昨日のローソンで買ったお菓子、食べてません。食べ過ぎかな。します。ちょっとね、喉渇いたんで、これヨーグルッペって何これ、飲んでみようか。文字通りヨーグルトのことかな。ヨーグルッペって何これ、ヨーグルトのこと。ヨーグルッペって何かな。両手使えないときついね。両手が使えないときついですね。どっかに置くか、どっかに置くか。こうやって、ああ、ヤクルトみたいな感じだね、これね。ヨーグルトじゃないですね。ヨーグルッペってカルシウム、ヨーグルトと違いますね。いただきます。ちょっと喉渇いちゃった。もう乾杯。おいしい、おいしい。なんだろうこれ、ぐんぐんぐるっとみたいな感じだね。ヨーグルペはね、ぐんぐんぐるとですね、これね。あと、ジャスミン茶。これは、だから、今日ファミリーマート行ってきたんだよね、今ね。夕飯はさ、鹿児島でよ、黒豚のとんかつ食べたんだけど、と、早い時間に食べてたら、小腹が空いちゃってよ。声聞こえる？声聞こえますか？声聞こえたら教えてください。片手だとね、なかなかうまくいかないですが、これ夜食がまた美味しいんですよね。いや、久しぶりにコンビニ行きましたよ、昨日と今日ね。久しぶりにコンビニ行ったけど、安いなと思って。全体的にね、使う金額が安い、安いなと思って。1000円いかないからね、これ全部でも1000円いかないですからね。コンビニって安くなったんだなと思ってさ、思いましたね。もしもし、聞こえてますか？ コンビニってどうなんですかね、安くなったんですかね、一つ一つが。ちょっと片手なんでね、なかなかどうしてですが、そこはね、天才 YouTuber なんでね。ここね、つゆを開けてね。これ海苔ですね、刻み海苔。今日はね、熊本に来てます。熊本ね、早く着いたので、職場、平田さんの職場である、イオンですね。イオンに行きました。そして、平田さんはね、レジで仕事してました。確認してね、
本人のね気づかれたら大変なんで、邪魔をしないようにね帰ってきました。はい、それではね出来上がりましたんで、割り箸でね食べていきたいと思います。聞こえますか、これ。いただきます。どうもどうも。ではね、いただきます。どれどれ。あーん、あーん、うん、おいしい、おいしいですね。声聞こえますか？声聞こえてますか？聞こえてない？あーん、あーん、うん、美味しいですね。330円。で十分だね。まあ学生だったら全然このこれ5つぐらい必要だと思いますけど、まあ大人になったらこれ1個で十分ですね。夕飯これ食べて寝るっていう感じですね。寂しいけどでも十分ですよ、カロリー的にはね。これ以上食べちゃうと太って病気になっちゃうからね。じゃあ次にこのからし明太子マヨネーズをね食べたいと思います。今日はね、あの鹿児島のねおじさんのとこ行ってですね、体のエダー匂いに変えました。いくらになったか分かりますか？体の枝をね、日本円に変えたんですけど、いくらになったでしょうか。分かる人いる？まあ、分からないと思うけど。いただきます。あーん、あーん、いただきます。うまっ。定番だね、これ。マヨネーズ入ってる、からし明太子。マヨネーズ入ってて、まゆらかですね。体ねえだね。だいたい全部で3000万円になってましたね。うん、まあ、すごいなと思って。平均価格11円、平均取得価格11円で、まあ僕ね200万円買ったと思ったんですよ、おじさんね。そしたら250万円だった。体の間ね250万円買ってたって。で今日は、まあ、体の値段下がってましたけど130円ぐらいね、一時161円ぐらいまで行ったってよ。今日は体の値段130円ぐらいまで下がってましたけど、まあそれでもね、まあせっかく中野先生が来てくれたから日本円に変えてほしいということでね変えたんですよ。でまあ、ニアでバイナンスね、バイナンスログインしたらきちんとね、4ビットコインぐらい入ってました。もっと入ってたか、
6進収支だから3000万ぐらい入ってましたよ。5ビットコインぐらい入ってた。体の枝が5ビットコインぐらい入ってて昔だったらね、ビットコイン1ビットコイン60万円ぐらいだったから5ビットでも300万円だったけど、今1ビットが600万円だからね、5ビットコインで3000万だからね、65ね。びっくりして、やっぱすごいなと思ってさ。でそのうちのね、キンキン、お金必要だからってことで約1000万円分ね、体の枝をビットコインに、変換しました。バイナンスでね。そしてすぐにバイナンスから、日本のね、取引所、仮想通貨取引所、おじさんが持ってるね、ビットフライヤーとかコインチェックとかあるじゃないですか、ビットポイントジャパンとか財布とか、そこに送金しました。で送金怖いからさ、ビットコイン1000万円分ね一気に送金するの怖いじゃない。だから2回に分けましたね。最初は6万円ぐらい、 0.001 か 0.01 ビットコインで6万もするんだよね。それでね、で送金して20分ぐらいで到着しましたね。もうその間ドキドキもんでしたよ。ただ6万円だからまだ良かったんだけど、その後一気に行きましょうってことで、何回もね送金分けてると手数料だけ取られちゃうから、残りの994万円残りのね994万円のビットコインを一気に国内に送金しました。これは手が震えましたね。さすがに手が震えました。送金ボタン押すの手震えましたよね。二段階認証とかバイナンスすごい厳しいですけど、で国内口座の、ビットフライヤーとかコインチェックあるでしょ、それのですねビットコインウォレット ID アドレスビットコインのウォレットアドレスが一部表示されてなくてね、あれコピーペーストちゃんとやらないと、ボタンを押すような形でやらないと、白黒反転してやると最後の2文字が出てこなかったですね。だからきちんと送金できなかったと思います。本当に今日は緊張しましたね。体の枝1000万円分をバイナンスからね国内口座に送金しました。そして国内口座にね1000万円分のビットコイン届いて、でそれをすぐに、売却してね、取引所で売却して日本円に変えてですね出勤所にしました。だから今日の、午前中にやったんでね、今日の午後か明日の、午前中にはね1000万円がおじさんのね国内の銀行口座に、1000万円の円がね入金されてると思いますから、本当にね良かったなと思って、一通りできてね、簡単そうに見えるけど仮想通貨って何があるか分かんないからね、金融庁は管轄してないからね、で投資家は守られてないから何にも、元本保証なんてないし送金間違いがあってね、で返してくれって言ったって返さないと、あなたが間違ったんでしょって、知らないよって、ブロックチェーン上のネットワークにねほったらかしになりますから、そういうビットコインがもうなな何百あの何万ビットコインってあるんですよ。誰の持ち主でもないビットコインがね、
ですから本当に今日は良かったなと思いますね。ただね、まあ2年半ぐらい前にとか2年1年、ああどうもどうも、ああそうかそうか、 LINE グループ見てくれてたんだよね。はい、ご飯食べるたびにね写真を送ったんですよね今日ね。いや美味しかった、まあ、黒豚のねうどんも美味しかったですね。あとまあ夕飯黒豚のとんかつ食べましたけど、まあ、上品で美味しかったね。今夜食ですけど本当は食べないですよこれは。まあ、YouTube ネタとしてね食べてるだけで、こんな毎日食べてたら太っちゃうからね。まあ明日の朝食は食べません。明日の朝食は食べない。あ、平田さんどうも。いやーよかったよ、うまくいって。今日平田さんあの様子見に行ったんですよね、イオンのねレジで働いてて、声かけるのやめました、平田さんね。うん、いやだからさ、まあ体の上だね、まあ、8円とか6円とかなっちゃったじゃないですか一時で。おじさんも250万円、体の上で買ったんだけど、一時はね250万円が80万円ぐらいになっちゃったって、体の上だがどんどんね下がっていっちゃったから、250万円が80万ぐらいになっちゃったって価値がね。でもまあ自分はほら、おじさんはパソコンが苦手なタイプだから自分じゃどうすることもできないし、こんなにね価値が下がっちゃったんだな、まあ普通の人だったら売却しちゃうじゃないですか。まあそれもできないし、まあ多分上がるだろうって信じてたからずっと持ってたんですよね。でまあついですね、やっぱり去年の11月もまだ9円とかだったんだって。だから取得単価が11円だから、やっぱり9円だから、買った時より下がってたんだって。つい先日だよ、11月ですよ。それがまあ12月ぐらいから、まあ、ビットコインとかも含めてね爆上げしてきたわけじゃないですか。ビットコインはその前から爆上げしてましたけど、であれアルトコインもね爆上げしてしまってね、であれよあれよっていう間に、まあ200万円かと思ったら250万円分買ってたらしいんですよね、カルダネーダをね。でまあある時はさ、その4円とかなってたよね、カルダネーダね、カルダネーダ4円じゃんとか言ってすっごい安くなっちゃってましたよね。でその時は250万円分が、まあ、多分80万円分しかないってことになっちゃったと思うんですけど、まあそういう時に買うとよかったよね、またね。で今日はねやっぱり一緒に確認したらバイナンスでね、約3000万円分になってましたね、うん、カルタネイダがね。やっぱすごいなと思いましたね、投資っていうのは。まあ、特に仮想通貨っていうのは足が速いじゃないですか、こうやって上がってきたらドドドドドって上がるじゃないですか。株はこんな早く上がんないからね、やっぱりね、うん、で上がったとしても10倍とか20倍ぐらいじゃないですか。まあ体の間も今回12倍ぐらいですけど、おじさんはね。ただICO で買った人たちは200倍になってるのか。
0.6 円で買ってるんだもんね。200倍にはなってるんですよね。だ体の変だけだっていう話もあるんだけど、でもそうでもないんだよね。やっぱりバイナンスコインなんかも結構上がってまあ200はいかないけど20倍にはなってるよね。うん、やっぱりね、こうやってまあ仮想通貨とかね、コンサルティング依頼してくれて、それで2年後3年後にね、やっぱり先生あの250万が3000万になりましたっつって見に行くと、やっぱ3000万になったわけですよ。でそのうちの1000万を今日ね、あのビットコインに売却して、でビットコインを日本に送って、でそのビットコインを日本で売却して日本円にして、で JPY 資産がやっぱ1000万になるんですよ本当に。まあちょっと手数料取れるけどね、1000万と表示されて、でそれをまあ出金手続きすると、まあ午後か明日入金入りますと。でそれがやっぱり1000万だと、やっぱりね不思議だなと思いますね。投資っていうのは、うん、あのいとも簡単に、まあ、FX の時もいつも思うんだけど、増える時ってね、いとも簡単に増えていくんですよ。あれよあれよという間に。ただ減る時も一瞬なんですよね。特に FX は株も一瞬だけどね、倒産したら一気になくなっちゃうもんね。だからね、まあ余剰資金で投資しておいた方がやっぱいいですよね。鹿児島のおじさんはちょうどね、今月の3月31日でね、あの定年退職なんだって。で、まあ、来月からはね、あのお給料入んないから、あの、まあ、年金もねあと何年か満額受給できないから、あとまあ 2,3 年、まあ、どうやって生きていこうか暮らしていこうかって話してたんだって。そしたら今回ね、こうやってちょうどいいタイミングでね、投資しちゃいた体のエイダが爆上げして、まあ3000万円っつったら、まあ、まあ税金払っちゃうと2000万ぐらいになっちゃうけど、まあ3年間ぐらいはね夫婦2人で暮らせるから2000万もあれば、まだこうやってね、タイミングつけて本当に良かったって言ってましたよ。うん、で本当に良かったなと思ってさ、まあ僕がね体の枝いいですよってと教えて言ったわけじゃないんだけど、まあただね、遠い鹿児島から依頼されてね、電話かかってきて、まあそれで飛行機で行ってね、ちょっとパソコンできないんで、あのバイナンス口座開設してね、体の枝買ってくれないかと。でそれまあお世話してね、まあそれで必要なお金がね手に入ったということで、本当に良かったなって、うん、しみじみ思いましたね今日はね。やっぱ仮想通貨って破壊力があるよね。破壊力がある、一気にドガーンっていくから。FX っていうのはやっぱり相場の環境がいいときに一気に膨れて増やしちゃうんですよね。で5回ぐらいであのやっぱり5回とか7回ぐらいで1万円から1億まで増やすんですよね。7回もあればさ、相場環境がいいと1回でさ1万円が40万になるから、僕は最大65万までしたからね、1万円を。
で65万を相場環境がいいとドンピタリ当たるから、で65万を今度さ、まあ、20倍したら1200万になるじゃない、1300万。で3回目1300万を10倍にすればもう1億3000万だから、だから3回で1億になるんですよね、1万円が3回トレードしただけで。 FX って1万円が1億になるんですよ、たった3回で。でそれは去年ね、あのみんなの前で1億円したでしょ、 XM の口座を。でそれ見てたでしょみんな。まあ長野研究会の人はもっと細かいデータを毎日ね、写真付きで送りましたもんね。たった3回なんですよ、3回の複利で。ね、あの XM だとレバレッジ効かせられますからね、888倍、まあそんな使わないけどね、200倍ぐらいしか使わないけど、あのやっぱりいけちゃうんだよね FX ってね。だからやっぱりさ、半年も1年もあの忍耐力続かないから、そんなにあの忍耐続かないから途中で諦めちゃうんですよね。精神力が続いてる間にですね、まあ、FX ってあの一気に増やしていくんですよ。そうするとあの今回のカルタネードみたくね、あの一気にいっちゃうんですよね。でカルタネーダーおじさんの場合はさ、元金が250万円もかけたからね、もうハイリスクですよね。で、まあ、カルタネーダーも実際12倍ぐらいしかなってないからFX の場合は複利でいくから、やっぱり3回のトレードで1万倍とかいっちゃうんだよね、掛け算だから、うん、いやすごいと思いますよ、うん、で1万円を例えば1万円を30万円にするじゃん、それ結構できるから、ね、相場環境良くなればね。そうするとそれで30倍でしょ、でもう一回30倍にすると30×30 でね、サザンがもう900倍なんですよ。それでそれで900倍だから1万円が900万円になるわけでしょ、でもう一回30倍するわけですよね。で草んもう2億で7000万になっちゃうからね、それでね。そうだね、FX はスキルすごい重要だね。仮想通貨はだから俺センスだと思うんだよね、投資っていうのは運任す、運だけじゃないんだよね、センスだと思うんだよね。まあ人間性もあるんだけど、やっぱりさ、どんなにいい投資案件だって言われたところでね、カルダネーダをさ250万円も一点買いできないですよね。250万円一点買いはなかなかできないですよ。だってなくなっちゃうかもしれないんだもん、だって仮想通貨って。まあバイナンスでも仮想通貨取引所もさ、なくなっちゃったとこいっぱいあるじゃないですか、この3年間で。でたまたまね、あのバイナンスはさ生き残ったわけですよ、ギリギリね。他はさもうなくなっちゃって裁判になっちゃってるとこいっぱいあるじゃないですか。だからまあバイナンスすごいなと。まあ偶然っていうのは偶然だしね。ただもね、カルタネーダだってその間に4円とかになっちゃってさ
鹿児島のおじさんも250万円投資してたのが一時80万円まで下がっちゃったって価値がね。そうなるとやっぱりまあ失敗したかなと思うよね。ああもうダメか失敗したなって。で普通の人はそこで売っちゃうから、まあ80万円でもいいやっつって、違うのに投資しようとかね、まあちょっと車でも買おうとか、まあそこをさ、まあパソコン苦手だからできないからってまあそのままにしてたところが良かったよね。うん、そう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 、非常日とかさ、日本人が取引できなくなったとか、バイナンスもね一時ね日本人取引できなくなっちゃってね、やばいやばいっつって、で金融庁から怒られて逃げたんだよね、日本からね。日本から事務所撤退してすぐ逃げたんですよね、ゴールデンウィークの時ね。雲隠れしちゃったんですよね。で日本語一切対応しなくなってさ、まあ金融庁からあまり睨まれなくなって、で今はまた日本語対応してますからね、余裕でね。ただバイナンスは偉いなと思いますね。潰れないで一生懸命やってるもんね。できちんと1000万円とかも平気で送金すぐするからね、ちゃんとね、ビットコインね。自分のところの口座から1000万円なくなるとか全然余裕だもんね、1000万円なんてね。まあ、普通の小さい取引所だとさ、なんだかんだなんだかんだ言ってさ、送金させなかったりするじゃないですか。持っていくんじゃねえみたいな感じで。お前の金じゃねえだろうかって思うけどね。だから、まあ、こうやってね、まあ、僕3年前から仮想通貨の出川組の時から、まあ、日本全国の人まあ仮想通貨とか FX でね、まあお世話させてもらってますけど、まあその中でもね、一部の人はこうやってねきちんと花咲かせてるわけですよね。だから僕、まあ僕は銘柄選定とかしませんけれども、まあ、きちんとですね、あの時に僕の言うことに従っていれば、まあ、こうやってね花咲くわけですよ。で、まあ今日はね、午後は FX の設定をしたんですよね、パソコンでね、東芝のパソコンを買ってくれて20万円ぐらいね、いいやつ買ってくれて、で MT4 ダウンロードして、スピード MT4 もダウンロードしてね、なんか使い方わかんないとか言ってましたけど、まあ大和証券のね国内口座の方では一月10万円ぐらい、まあ去年はね、去年の暮れはね一月30万円ぐらい利益上げたっつって FX でね。でまあいろんな理論があって、線を引く理論でやってるって言ってましたけど、まあでまあ実は今日ね、秘密結社から教えてもらった今年のね最新版の、情報をね少し教えたんですけど、なんかあんまりよく分かってない感じでしたね。はい、ということでね、今日はこの辺でね終わりにしたいと思います。まあ、実はね明日は鹿児島に戻ってですね、まあ今は熊本のヒルトンホテル泊まってるんですけど、明日はまた鹿児島に戻って朝一番でね、で知覧に行ってきます。知覧の富屋食堂とかね、平和記念公園とかね、特攻隊のね、記念公園とか行ってきます。映画もね見てね、たくさん勉強もしましたから。かわいそうでならねえよな、兵隊さんな、16、7のな、全国から飛行機乗りになりてつって集まってきた若者によ、片道切符でよ、
お国のために死んでこいなんてふざけんじゃねえ、お前こそ死んでこいって感じだよな。かわいそうによ。明日はチラン楽しみ。そうそうそう、チラン楽しみで、鹿児島のおじさんがね、会社休んでくれて、まあ一周してくれるということでね、まあチラン2時間ぐらいかかるみたいですけど、車で行ってきて、でまた明日は鹿児島中央に泊まります。わかんない、明日はか、熊本に泊まるかもしれないし、まあ福岡に泊まるかもしれないしね、まあ、新幹線ですぐだからね、福岡ってね。うん、チラン楽しみ。鹿児島からね、福岡ってすぐですね、新幹線で1時間だから。うん、まあ鹿児島も熊本も福岡も全部一緒ですね、同じ町って感じですね。うん、なのでまたいろんな人にねお会いできればいいなと思ってます。まあ仮想通貨もね、だいぶもう上がってきちゃってね、まあ時価総額で190兆円とか200兆円も一回行きましたけど、まあでもまだまだ500兆円あと、まあ、2.5 倍とかね、3倍はいくかもしれないですね。ただ日本のね、日経225の時価総額が600兆円なんですよ。日経225がね、時価総額600兆円なんで、まあ日本の有名どころのね、会社の時価総額全部合わせて600兆円なんですよ。だから今200兆円来てるじゃない、仮想通貨。だからこれ以上いくのかなって。え、毎日忙しい。うん、ありがとうね。まあこれ以上仮想通貨上がるのかなっていうちょっと疑念もあるけどね。まあただ投資しないとね、宝くじも買わないと当たんないからね。だから僕もね、またNFT 関係ですね、うん、ポルケドットとかユニスワップとかスシスワップとかパンケーキスワップとか草間とかね、チリーズとかね、まあ、そこら辺買っていこうかと思ってます。それではね、今日はこの辺で終わりにさせていただければと思いますよ。熊本県ヒルトンホテルよりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。バイバーイ。ありがとうね。バイバーイ。